歳ぐらいの奇跡さんで、それも希望したし、あのコールボディカウンター徐々に始まったのは、そうですね、だから自発的に親が子供のことを思って、その施設のあるところに予約をして3ヶ月ぐらい待って、だから行政は今まで何もできないです。あと県民調査っていう用紙が渡ったので、あの健康調査で、あの全員渡ったんですけれども、もう記入しようがないで、今その回収率は 20% でしかないということで、今呼びかけはしてるんですけど、もう書き、もういい、書きたくないんです。書いたから何か良くなるわけでもないし、書き方としてはその 3.11 の1日に以降、1日何をしてましたか。3月12日は何時から何時まで何時だと、3月12日はそれをずっと思い出して書かれて6ヶ月分書かなきゃいけない。それが秋みたいな期間、そうそう、秋、3月11日に震災があって、その健康調査というのが実際に始まって、郵送で始まったのが9月末ぐらいなんです。でそういうものをやるというのはもっと早く言ってくれればすぐに始まらないにしても、記録を残しておくとか私たちもできたんだけど、もうどんどん記憶が薄れていくし、もう思い出しようがない、やったところで全部正確じゃないし、でもその時の外部被爆を知るためにそれしかないんですって言われてるけど、もう無理ですっていう感じで実際やってみたっていう、何でも色を急ぐようにして、テールというのは大体 5mm まで大丈夫って言ってね、それはないだと、いきなりね震災もすぐに放射能に耐性ができるわけでもない、5ミリっていうのはありえないってことでは1ミリ、年間被爆量1ミリっていう数字には、それも戻るまでに半年ぐらいかかる、年はかかりますよね。那如果防辐射量呢最高的话，您可以留言。啊，不是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 ，不医師会の方、健康アドバイザーの方は完全に大丈夫というのと、あと中にはお医者様でホルミシス効果があって。放射能は体にいい。で、笑っている人には放射能はいい。だから要するに放射能は心の問題であるというわけです。あの体に正しい影響になるんですよ。放射能って思う気持ちが体を悪くする。ストレスがこういうふうにおっしゃって、将来的に福島はハッピーアイランド、ホルミシス効果で長寿国になって、みんなが住みたい国になるから、これの停戦被爆は禁止することになりますと、いう抗議がありました。そうさんたちは、私たち知識がないので知りたいので、いろんな講演とかを聞きに行くんですけど、行政が出る講演は大丈夫、大丈夫っていう講演ばっかりの学校さんっていうの、でも、二分されてて、こっちは安全ね、気をつけていかなくちゃいけないっていうのと、大丈夫、大丈夫って、お母さんたちはこっち行けば大丈夫なんだけど、こっち行くと危ないって言うし、どっち行ったら本当なのって思うと、やっぱり楽な方を選ぶと、人間長く生きていかなきゃいけないので、じゃあ大丈夫な方、大丈夫だって言うんだからね、女性がやってるんだし、学校で主催してもそうだしってなると、国も県も市も全部が大丈夫って言ってるんだから、大丈夫と思った方が気が楽だし、生活しなきゃいけない、ここで生活するしかないと思えば、そう思って生きてた方が本当によく言われてるんじゃないですか。學校咧會唔會老師之間會傾呢個問題，或者同學生點樣講？因為我知道啲大人都會質疑政府咁樣，咁即係老師會唔會嚇同啲細路講政府嘅嘢，或者教科書嘅未必係完全個真相，或者完全個真相？学校の中で書いてあるように、年間3時間放射線についての授業をしなさいということで、あの国の方から福島に限らず全国小中学生がもうカリキュラムが決まったんです。ただその中で、原発には触れない。
というような形で放射線というのはこんな風に有効利用されているんですよというようなガイドブック、国が作ったガイドブック、震災の原発事故のお子さんもですね、原発事故があったことに書いてくれてまして、まあ、最初にやるものの放射線はこういうもので有効活用されています。皆さん身近にあります、自然の中からも出てきます、そういうようなとこから入ってで、万が一放射線中を微量のことがあったら遠くへ行きます、室内に回避します。で、その他、僕が書いてあるだけで、でその大元は何なんだっていうようなことは知っていない、そこには触れないということで、で実際にその事業を私たちはやりづらいわけです。で、ただ教えていかなきゃいけないことは、ホットスポットはこういうところも危険だよ、だからみんなはこういうところに近づいちゃいけないよ、風の強いのマスクしようね、それから水たまりが被害に遭われる事件とか、そういうことはいかないですけど、ゴミのところとかは危ないから行かないようにするんだよっていうふうに、実際に生活の中で注意しなくていけないことを毎日のようにはではいます。ただ先生の間でそのことについて会話することがほとんどないんですが、先生方は震災だったからといってそのことだけじゃないです。今まで通りにカリキュラムを進めていかなくちゃいけない、あまりにも日本人として忙しいので、もう目の前のことを片付けてくるのでいっぱいで、そういったことを情報を交換したりする時間もないし、放射線に限らず子どものことで情報を交換するしかないぐらい忙しくやっているので、もうあまり触れないで終わってしまっているのが原因です。で先生方が受ける研修会の放射線講座ってできたんですけど、大丈夫って受けてくるんです、心配やないのに先生方がそういう研修を受けてくるんです。例えば心配する親御さん にどういう対応すればいいかというのも受ける、例えば今回夏だからプール授業をしますときに、水の中は水に入っていれば遮蔽するのが安全です。とにかく安全なの、それはどこに向かって安全アピールをしているのかな。例えば福島はもう安全で子どもたちも自由に遊んで自由にプールもできるから福島から出ていくことないんですよっていうことをしてるように、子供を使ってアピールしてるようにしか覚えないんです。誰にアピールしてるんですか。例えば要するに福島県外から出ちゃうと税制的にも福島が逼迫する、県外に出てっちゃう、出てもらっちゃ困るので引き止めるために、こんなに子供たちが元気に復活してますみたいなことをアピールしてるようにしか、子供を使ってアピールしてるようにしか思えない。日本に戻そう、戻そう、そう、戻そう、そう、そう、信じたい。3.11 前の福島にもう戻りましたっていうことを、全国に向かったら、そうするか、世界想結合一